れかか反応する前に貼っとくださいよ。来ました、今日も秋というのに暑いっす。ちょっと伝票もらっていきます。そう、おい、そう、おおあ、どっかで見た人、あれ、あんまりハンサムなんてわからんかったんすよ。あら、偶然どこにいたの。ちょっと2人隠れてましたよ。あ、そう、今日はいないなと思ってたのに毎度おなじみ、毎度おなじみ、ニックネームつけんだろ。あ、そうっすね。ただゆかりちゃんにしようか。ゆかりちゃんにしようか。ゆかりちゃん、今日もゆかりちゃん、今日もゆかりちゃん。あ、ゆかりちゃん弁当は色もらったんで、晩のうちにも腕を割りました。持った、おかわり、あ、おかわり僕ちょもらったバンドエイド貼ったった。あ、もう、あ、もう貼った。いや、この間貼り替えたんです。サノースターで見た、そんなのバンドエイド傷ついちゃった。あ、こんなんあったっけ。あ、ありましたよ、これは。これはだいぶ前からありますね。丸亀なの。丸亀市ですね。丸亀から来てるの。うどんで同じ。うどんから来てる。それしか知らない。本気屋さんと、どっかね、高松の、まあ、大体間ぐらいですかね。四国2回しか行ったよ。じゃあ、ちょっと3回目来てくださいよ。愛媛に2回。じゃあ、香川はおらんじゃないですか。愛媛2回行ったの。松山空港の周り前のところと、2回行った。もう何十年だよ。もう今は来ることないぞ。ないぞ。雪降った。え？雪降った日に。あ、そうっすか。うわぁ、四国雪降るんだ。あ、でも松山に越す途中高速で、そう、桜山流っていうところで雪が積もるんですね。うわぁ、雪何も変わったことないですね。変わってないけど、なんか虫がついたぐらいですか。虫が、これ四国の虫。あ、やっぱり潰れて何か四国の虫はちょっと黒いでしょ。腰、がつい丸亀だけに。丸亀か。顔出す？いや、顔出さない。顔出さない。出さないですね。出さない。まだあれオイル出ようんすか？うん、出る。なんかはめたって言うだけ、つけたって言うだけど。もうあれだよ、ちょっと秘密兵器。見立って。必殺手袋。あれもう指のところにオイルが溜まっとるじゃないですか。そう。結束バンドで。あ、だいぶでも染みてますね、これ。うん、それやると、全然飛ばん。あ、そうですか。じゃあもう、出るとしたもんなんですかね、やっぱり。そうそう。これ、マーカーなんですか？バスマーカー。何バスマーカーというか、なんだ、車幅とか。あほんなこのマーカーつけるときに一緒につくみたいな感じですか。スイッチ別にしてある。ああ、全部あるよ。なんか初めて線かなと思った。ん？
なんかのこの横のなんかセンサーかと思ったけど、ま、マーカーなんですね。うん、軽いよこれ。バスがタイヤ棒でつけてるじゃん。はあ、はあ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 。あれと一緒。これが片側4つもついてますか。向こうもあるよ。また相変わらずホイールが綺麗だすね。ホイール、ホイール。これ何もしないよ。洗ってるだけ。そんなにピカピカではないけど、でもちゃんと綺麗な綺麗な色してるさ。なんか白ボケもないし。今のところ。しながらちょこちょこ洗車しよったらどんくらいですか。3週間1ヶ月ぐらいはこのままですかね。定期的に、うん、水洗いしとったら。洗車はね2日に1回やるから2日に1回洗ってここにあのタンクつけてもう出先で洗いよったらいいじゃないですか。そう、うん、もう毎日暇があれば何かしらやってる。燃料タンクのとこって絵描いてあった。これなんか、あ、なんかあれステッカー貼っとるだけですね。なんかさっき見たら落書き。これもないかな。あれあった、うん、あれ撮ってなかったな。ここよく見てるステッカー。うわー、まだ全然撮ってないな。あ、こっち撮ってなかったんですかね。撮ってないね、多分。落書き、あ、ステッカーか。これはステッカーですね。アルミホイルはいつ磨く？気が向いたら。もう水洗いで綺麗になるんじゃないの？まあ一回ほんに。もう一月ぐらい前ですかね。2回磨いたんですよ。中途半端やけど、それからはしてないですけど、まあ、まだ、まあ、まだカマかなと思って。何使うの？アルミ。もう普通に磨くときはブルーマジック。ブルーマジックでね、渡しておきましょうか。あれ、そこ引き出しなんかあった？え、ここ引き出しなんか。あ、ここはあったっすよ、あったっすよ。あれ、なかったんすかね。あれ、前なかったよね。あるはあったんすよ。多分、何かの時に下ろしとったんすね、なかったら。絆創膏、ほんだら、どの色がいい？絆創膏、どの色がいい？俺、緑かな。緑。ありがとう。大怪我したら、これ貼っとってください。大怪我したらどっか痛いことしたらそう可能する前に貼っとってくださいよ。手袋のところに血が漏れよんで溶けちゃうかなどっか貼ろうか。うん、どっか貼って。後ろ、うん、どっかに。じゃあ貼ってもらおうかな、うん、傷があるところに。傷、あ、ここ傷あるの。あ、ここ貼っておきますか。うん、これこう置いたらはみ出すんですか。どうの方がいいんですか。斜め。斜めに貼るんですか。斜めがいい。なんか見ておきます。なんかそこ怪我した。痛い痛い。ここ斜めに行くんですか。斜めでいいよ。これぐらいの感じでいいですか。うん、水にも強い絆創膏。水にも強い。お風呂でも大丈夫ですか。大丈夫。
水に強くないと。そうですよ。すぐ剥がれるから。これまあ切ろうって。まあ切ろうじゃないか。よし。この傷のへこんどるところが若干だけへこむかもわからないけど。心の傷中。師匠、そうそうそう。これ痛いの痛いの飛んでいけですよ。痛いの飛んでいけ。あ、かっこいい。よし、これであのうちとしての処置は完了です。あ、終わりね。はい、あ、あと様子見てください。やった。ここも使えんので。あ、しばら。そう。保険期間の保険なし。うん、やった。これで俺乗ってわかる。わかるわ。F3 の3でしょ。そう、F の3番の F3、で名前 F3 の不純優の藤丸って。もう単純でしょ。わかりやすくて。と思う。もう俺ってすぐわかる。F3 ということですよ皆さん。俺全然映ってないじゃん。じゃあ最後僕が撮っておきますか。こっちバックで行きますか。やった、見てもらって。もう保険が効かない。自腹、実費負担。はい、まあね、あっちは何で黄色か。僕の黄色ですね。緑。じゃあ今度は赤で信号になる。そうですね。そう、じゃあ終わりです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけて帰ってね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後の久しぶりにお別れの言葉を。はい、待ってました。何だったっけ。自分で忘れる。1ヶ月ぶりぐらいの動画だからね。そうですよ。字から始まるんですよ。字。うん。次郎さん、こんにちは。じゃあ、ジャニー。またね。あ、チャンネル登録、高評価。ここ、何にもないよ。じゃあね、終わり。はい。はい。じゃあ、もう、帰るそうなんで、気をつけて帰ってください。どっか丸亀、今度うどん食べに行きます。よし、じゃあさよなら。またね。またね、気をつけて。お帰りください。バイバーイ。